こんにちは、せなすけです。今回はですね、ついに私がずっと憧れだった鉄道模型のジオラマを作ってしまいます。イエイ前に私ね、この今ね目の前に映ってるこのセットたち、これをね買ってきて紹介するっていうね動画をアップしております。その中でね、まあ私は何回か言ってたと思うんですけど、私ね子供の頃からね、この鉄道模型だったり、鉄道模型のまあジオラマですね、風景とかのああいうものだったりとか、なんていうんですか、博物館とかに行ったらさ飾ってあるような昔の街並みのジオラマとか、ああいうのがさめっちゃ好きだったんですよね。小さくね、縮尺した街並みだったりとか、そういう風景とかが作られているまあジオラマがすごい好きでして、で今回は自分で初めて作ってみようって思ったんですよ。今まではやっぱりちょっとどうしてもね難しそうと思って、なかなかこう思いが前に行かなかったんですけど、今回ねちょっとね作ってみよっかっていう気持ちになって、もう やってみようっていう、そういう気持ちになりましたので、早速さ、善は急げと言いますでしょ。だからさ早速さ、暑い中買いに行ってさ、購入してきました。もうね、そしたらね素晴らしいキットが、もう私にぴったりのキットがね売っておりましたので、今回そちらをね使って小さなジオラマを作っていきたいと思います。はい、でここです、これが私にぴったりのね素晴らしいジオラマのキットですね。って書いてますね、ミニジオラマ制作キットということなんですよ。これねめっちゃいいよね。でちなみにこのねジオラマ制作キットはですね2000円ぐらいで買えます。2000円、まあ私が買った価格は2000円でした。2000円というねすごくねリーズナブルなお値段でお買い求めできますしね、そして初めての方でもね楽しんで作れるものなんでしょうね。素晴らしいですね。でちなみにこのジオラマセットには中には電車入ってないので、私こちら買ってきました。あとねどうしてもね入れたかったものがあって、それがじゃじゃん、動物セットっていうものですね。豚、牛、鳥が入ってます。鳥めっちゃ入ってるんだよこれ。しかもね水鳥、アヒルとかさカモとかが、ね、いっぱい入ってます。ということでですね、今回この動画の中ではもうジオラマ完成させたるぜみたいな、もうそういう意気込みです。私がねもう子供の頃憧れていたあの風景を自分で作ってみようっていう、嬉しいっていうね、そういうところですね。で私ね特にねジオラマの中で好きなものっていうのがね水の表現なんですよ。水のところめっちゃ好きでさ、私ねいつもねジオラマの水の部分見たらなんか喉乾いてきてあーなるんですけど、それぐらいね水の表現って素晴らしいじゃないですか。喉が乾くぐらいね、これ褒め言葉になってんのかな、褒めてるつもりなんですけど、それぐらいね水の表現って素晴らしくて、もうこうつい見ちゃう、魅了されちゃうところなので、今回のこのミニジオラマ制作キットには水の表現が入ってるのを選びました。他にもね種類がありまして、私が見つけたものは、あとね1種類あったんですよ。これともう1種類だけでした。でもう1種類の方が原っぱだけだったので、せっかくだからさ、もうその大好きな見てたら喉が乾くっていうその魅力的な水の表現をさできたらいいなと思って、こちらにしましたね。水の表現どうやるんでしょうね、難しいのかなやっぱりね。でもレベル1って書いてたから多分大丈夫だと思います。なんか子供でもね作れるぐらいのね年齢設定されてるみたいなので、大丈夫でしょう。じゃあねどうしようかな、開けてみましょうね。まあ、開けて作っていきましょうか。早速ね説明書を読みつつ、まあ、実は私前にねさっきも言ったんですけど、買ってきたものを紹介するっていう動画をねアップしていますので、その中で私が買ってきたものたちのね詳しい紹介してあるんですよね。で今回もちょっと中身ねざっくりと見ていけたらなと思います。パカッオープン。おー、で中身はですねこんな感じの板ですね。こういう板が入ってまして、で線路が入ってます。でこういうねお花が入ってまして、でお花お姫様みたいな、でこういうね原っぱのやつがあってね、なんか
美味しそう。これは、砂ですね。あとは木の木だと思います。これ木を作るものだと思います。それとね、これ多分ね、水表現するためのものですね。おお、落とした。このね、ジオラマ制作セットのこの下にね、入れ物の底のね、ところがね、これがジオラマのなんていうんですかね、舞台になるんだと思います。土台というかね、になるんだと思います。この上に飾っていくんじゃないかな、多分そうです。はい、いいですね。効率的、効率がいいですね。でね、そうそう、これこのね、ビニールの紙が入ってるんですよ。実はこれがね、水表現に使うものみたいなんですよ。私ね、これね、初めね、あ、なんかゴミかなと思ってしちゃったんですけど、あの、皆さんお気をつけください。これ大事。これないと水表現できませんので、気をつけましょうね。私もついね、あの、勝手にね、頭の中でなんかボンドとかこう固めて作るものだとばかり、勝手に本当に思い込みが固定概念みたいなのがあったので、ついね、ポイってしてしまったんですけど、皆さん、あの、できるだけ勝手に物は捨てないようにしましょうね。後で泣きを見るのはあなたです。ジオラマ制作キットには、用意してほしい道具っていうのが書かれてまして、まあ今私がこの手元に置いてるボンドだったり、ピンセット、スポイトだったりとか、あとは筆や塗料を用意してほしいと書いてあったので、私は全部用意しました。塗料なんかはちょっとね、この、こちら辺にいっぱい置いてあります。さてと、じゃあ作っていけますね。で、いこっか。なんかドキドキする。ドキドキするんだけど、どうしよう。どうしようって言ってもやるんだけど、ちょっと待って、ね、説明書ちゃんと読んでいきましょうね。なんかね、そう、前にちらっと説明書軽く目を通したところ、水の表現からさ、いきなりやるみたいなんですよ。それがさ、楽しみで私は。水の表現。そう、ほら、出てきた、早速。水の水面になる透明のこのビニールテープを、これをくしゃくしゃになるまで丸めては、なんかいいのかな？丸めては、伸ばす。もうちょっとやった方がいいのかな？はい、丸めて、伸ばして、で、これを、この透明のテープを、テープじゃない、このビニールを、これに貼るんですね。貼るんですね。じゃじゃん。感じで水っぽいですね。この裏にね、紙が貼ってあるので、この裏のね、裏に貼られてる紙を剥がします。シールみたいになってるのかな、裏面が。あ、そうだわ。シールみたいになってる、これ。あ、怖いな、なんか。はい、いけました。ちゃんと綺麗につけたいの、私は。ちゃんとね、綺麗に。私今日はみんなに鬼の首取ったような顔で完成したジオラマを見せるって誓ってるんですよ、心に。鬼の首取ったような顔っていう言葉が好きです、私は。どうでもいいカミングアウトですけど、変な人って思わないでくださいね。そんな言葉好きなの、嫌だって思わないでね。やばい、これ一回ビニールつけたら剥がれない。あーやばい。あー、いけたいい感じで、いけた。これで OK。足りないって、ビニールの長さ足りないって、これ絶対足りてないって。はい、できました。こんな感じでいいのかな。できたね。じゃじゃん。次はね、この発泡スチロールっぽいそのものをこの製作キットのこの蓋に貼っていきます。こちらに貼っていくんですね。これにこれを貼る。いいの？ええんか？ほんまにええんか、あんた。よう考えや。もう後戻りできへんで。ほんまに。あんたのこと幸せにしてくれるか分からへんで。それでも、ええねんな。じゃあもう知らん。好きにし。ドキドキする。なんか蓋が閉まるようにしなさいって書いてあったから、こんな感じだ。多分。ちょっとバランス悪いかな。あ、いいバランス。いや、いいよ。むしろいい感じ。ほら、いい感じ。バッチリ。バッチリじゃん。これでーす。こちらも貼っていくということですね。こちらも貼る。いけた。段差できた。こんな感じで。じゃじゃん。あら、もう良くなってきたわ。かっこよくなってきたわ。で、ここにね、線路も貼っちゃうらしいですね。線路貼ってしまわれるみたいです。ちょっと待ってね。不安だよ。線路貼るの不安だよ。真ん中に貼ればいいのか、この今貼ったところの。こう、なんか線路割れてる？違うか。貼ってみますね。ドキドキするやろ。ドキドキ。ワクワク。ドキドキ。胸がドキドキ。はい、ドキドキするとか言いながら、パンと、スパンと貼りましたね。
迷いなく、何の迷いもなく貼ってしまった。ちょっと迷わなすぎたわ。あ、でもめっちゃ綺麗に貼れてない？めっちゃ綺麗に貼れてない？私だけかな思うの。本人だけかな思うの。だいぶ綺麗に貼れた気がする。自画自賛。これを貼っちゃいます。このお水。ちょっともうちょっと水シワシワにしてもよかったかなっていうちょっと心残りがありつつも、土台は出来上がりました。あ、でも可愛いやん。めっちゃ可愛いやん。ええなこれ。ちょっと自分でもう、私の力でここまでできたのっていう感じがあって、なんか嬉しい。ちょっと感動。今の段階でさ、なんか自分の力でここまでできたんだみたいな、なんかそういう気持ちがあります。現在何時でしょうかね。今じゃあね、今からね、線路の周りに砂利を引いていくみたいです。こういった砂というか砂利みたいなものがあるので、これを引いていきます。これを引いていくためにですね、木工用ボンド、このでっかいのを用意したんだけど、このでっかいやつを水で薄めて使っていくんですね。今からの作業はですね、箱にね入れてやらないと砂がパラ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 落ちて散らばって、部屋の至るところにバサバサってなって、私掃除が苦手なので、もう掃除しなくてもう本当大変っていうことになるので、この箱の中で作業しましょうねということですね。こぼれたら本当最悪よ。じゃあ今から薄め液作っていこうぜっていう感じですね。白すぎて何も見えんな。まあいっかまあいっか。水入れていきます。3倍に薄めるらしい。ボンド出しすぎたかもしんないけどさ、多分皆さんには全く見えてないと思う、私がボンド出しすぎたかどうかっていうことは。だって白すぎてさ、もう白しかないじゃん。3倍ぐらいの量かなってぐらいの水入れたんだけど見えないよね。ちょっと待ってね、さすがにちょっとカメラのさ、ちょっと位置変えるね。はい、これ薄め液ですね。だいぶシャバシャバの、まあシャバシャバにするもんなんだけど、はい、これで砂巻いていきます。こちらですね、ホワイトで吸い上げて、あー楽しいぞ。なんだこれは。おーやばい、楽しい。ちょっと一回引いてみようかな。砂なんかめっちゃブクブクしてんだけど、いいのこれで。ちょっと行ってみます。おーなんかいけてる、いけてる気はする、すごくいけてる気はする。はい、まだね乾いてないところあるんですけど、今こんな感じです。これでこの線路の周りに砂利を引いたので、さらにその周りに草となるものをね乗せていきたいと思います。緑のねパウダーみたいなやつね乗せていきます。でもうボンドのね薄め液作ってあるので、その薄めた液を筆で塗ってで、ボンドをね、伸ばしていきます。私ね、なんかね、美味しそうって言っちゃったんですけど、このパウダーをね、かけていきます。かけて、なんか葉っぱがこう、生い茂ってるような感じを出したいと思います。この作業楽しいぞ。私、筆でね、塗るのは、ちょっと、慣れてるところがあるので、安心感がある。筆を持つとやっぱ安心感があるね。あー、砂がついてくる。これどれぐらい乾かしたらいいんだろう。やっぱ結構がっつり乾かさないといけないのかな。砂がめっちゃついてくるねこれ。よし、これでいってみようやってみよう。これはなんか指で取りましょうって書いてた。あー楽しいぞ。あーこれは楽しい。青のりっぽいね。たこ焼きすき焼き。あら楽しい、こういう作業好きだわこういう作業。あー楽しい。なんかさ、いっぱい入ってるんだけどなくならないかっていう不安感がすごいのは、どうしたらいいんだろう。こんな風に指で触っちゃっていいのかな。なんか指で綺麗に鳴らしたくなるんだけど、こういう作業って全くしたことはないわけではないんだけど、プラモデルのさ足場を飾るのにさ多少はやったことはあるんだけどもね、こういう風景みたいなのって触ったことない。現実的な風景、この平和な風景をさやったことないから、作ったことないからなんか不安になる。はい、じゃじゃん。
こんな感じになりました。ちょっとねまだね葉っぱがつききってないところがあってなんかハゲてるみたいになっちゃってるところとかあるんですけど、この後ねお花植えたりとか木を植えたりするので、あと私の場合だったら動物を置きますので、この葉っぱがハゲ気味のところとかはお花で補ったりとかしつつやっていこうかなと思います。この上からねまたボンドつけてとかやるのもありなんですけど、なんかまたさらにさこの薄くなってるところをさ悪化させてしまいそうで私は。なのでとりあえずお花とかね刺してみようと思います。一番楽しいところなんじゃないですか、このデコレーションみたいなところ。ケーキとかさ作る時でもさやっぱデコレーション、最後のさいちご飾ったりとかさ生クリームさ絞ったりとかするところめっちゃ楽しいじゃない。ケーキ作りだったらやっぱデコレーションするとこ一番好きなので、この工程私一番楽しむんじゃないかなと思ってます。動物くんたちも使っていきますしね、電車も最後乗せたいと思います。てかもう乗せたら今いい感じだったね。やばい楽しい、お花置いていくのめっちゃ楽しいんだけど、緑とピンク入るとめっちゃ可愛くなるな急に。白いお花ねもうねこれ入ってるんですよ、これ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 ずらーっと並んでるやつね。なんか白とピンクのさお花の場所変えたくて並べていってるんだけど、なんかイチゴみたいにも見えてくるんだけどねこのピンクで。でお花飾って最後に動物たち入れて完成ってなるかな。木をね作りたかったんだけど、木を作るのにさ必要なボンドがさ今手元にないことが分かって、ちょっとね木だけはねできてないです。木の棒に葉っぱを巻きつけてそれを接着していかないといけないんだけど、木工用ボンドじゃなんかつかないっぽくてですね。よし、あとは動物と電車置いて完成。牛ちっちゃすぎてピントが合わない。牛はい、できました。牛できました。いかがでしょうか、初めての模型、鉄道模型のジオラマ。ちょっとあーっていうところは自分的にいくつかあるんですが、まああとちょっとね今の段階で乾いてない場所もあるんですけどね、ちょこちょこね。でもなんか自分的には大満足ですね。おー電車置いていい感じ、めっちゃいい感じ。でもさ電車置いたら後ろの牛くんとか見えなくなっちゃったね、あらららっていう感じなんですけど、まあいっか。いやいいじゃない、なかなかいいんじゃない。はい、見事に完成いたしました。もう嬉しい、私は嬉しくてしゃあない、めっちゃ嬉しい。こんな感じね。ちょっとね横とかね草がね大量に落ちてたりとかしてまだ綺麗にできてないとこもあるんですけど、なかなかね自分ではすごくいいなと思ってて気に入ってます。いやー無事に完成することができた、嬉しい、私はもうめちゃくちゃ嬉しい、感動ですね。もうなんかもう可愛い、嬉しい嬉しい嬉しいな嬉しいな。こういうね鉄道模型のジオラマ作るのが初めてだからといって、これが上手いのか下手なのかはちょっと私には分からないんですけど、だけどめっちゃ満足してます。もうこれ一番じゃない、自分自身が満足してうら嬉しい嬉しい感動したっていうのが一番だと思うので、もう満点です、満点。本当にねめっちゃ楽しかったんですよね。でこれがさレベル1の初級だったので、レベル2もさあるんじゃないって考えてるので、またちょっとねじっくり探してみたいと思います。はい、探しに行ってね、レベル2があるならぜひ作ってみたいです。はい、ということでですね、今回ね私人生で初めてこうやって電車のねこういう模型作りました、鉄道の模型作りました。ありがとうございます、見てくださってありがとうございます、めっちゃ楽しかったです。もうなんかこの電車をポンって置いた時のさ感動がすごいね。あ、豚さんがちょっと倒れかけてた。初めて鉄道模型作ってみました、いかがでしたでしょうか。皆さんもねこの動画を見て作ってみたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひねこの私が使っていたこのキットをね買ってみて作ってみてはいかがでしょうか。
ということで今回はこの辺で、じゃあねー、またねー。